スカウトもやられてたんで、その辺ってやっぱり選手を見るっていうのはどういうあの役割というか、あの全国にスカウトいるじゃないですか、はい、そのスカウトたちが全国の状況はこういうことだよって、こういう選手がリストアップしてますよっていうのを、沖縄だね、うん、沖縄のキャンプの時に全員2月からそういう、そうそう、1回目全員集まるんですよ、はいはい、そこで、みんなに、そのリストアップしてる選手を僕と高さんと、まあ、代表の前で発表してもらうわけですよ。でそれを聞いておいて特徴はどうだということを書きながらね、そしてキャンプが終わって 見終わった後に、まずその、まあ、いい選手がいるところの球団に、チームに行って監督とか選手に挨拶をして、それ吉田さんが全部、そうです、僕がその担当スカウトと行って挨拶して、そこから始まるわけですね、1年間。高田さんその時はまだ見られてない、ね、僕は高校の夏の大会の、まあ、予選始まる前ですよね、あの今言ったように各地域のスカウトから吉田部長のところに、まあ、ドラフトがかかる可能性のあるというかね、順位は別にして、ね、いい選手いますよ、ぜひ見てもらいたいということをまず吉田部長に言って、吉田部長と担当スカウトが見に行って、それで吉田部長が いいな、だらだらといった時点では僕の音が上がってこないんだけども、吉田部長もなるほどいい選手だな、これはドラフトかかる可能性あるねって言った時に、僕にどこどこに、大阪のどこに、九州のどこにいい選手いるから日程を調整して、それであの見に行くわけです。今度実際の大会試合ですけどね、練習試合か公式戦かは別にして見入って、それであの決めるわけです、まあ、必ず見られるということね、じゃあ見なきゃダメね、必ず私と吉田部長は見ます。それでドラフト、まあ、何回か会議ありますよね、全体のスカウト会議で名前を挙げてもらって、最終的に、まあ、前日に順位を1位だれ2位されさですだれということをみんなで話し合って決めて、なんかあの、まあ、ベイスターズは大学生が結構1位 でみんな活躍してるのが多い。いやだからその時は中畑が監督になって1年目でしょ、もう戦力が全くないですよ。ということで高田さんの方は、よし、即戦力、とにかく1年でも2年でも戦力のあるやつを探してくれよということで、まあ、その旨をね、スカウトに全部話をして、その3月の沖縄の時点でね、時点でね、今年はこうだから今言ったね、即戦力のピッチャー行くぞ、それもできたら左だったら左行くぞということを指示して、うん、それで始まるわけですよね。今永とか東とか、うん、はい、まあ、浜口とか、まあ、左のピッチャーで結構あの大学の時故障してたと思うんですよね、うん、その辺も指名したので、うん、それはもう僕は1年生から知ってるから、今永故障してるけど1年生の時は、まあ、一番最初の年は三島だったですかね、1年生2年生で活躍したけど3年生4年生、の時はもう調子悪かったんですよ、肩壊したり泣かして、でも1年生2年生の時、いいもの投げてたからこれは大丈夫だなと、4年生になってもまあ投げれてると、故障じゃないということで高さんには推薦はしましたよね。で、まあ、見られて、うん、まあ、そうですね、行きましたね、うん、だ今永の時はもうあの最後にまた投げたからね、あでやっぱりいいピッチングしたんですよ、あこれ絶対いけるぞって言ってね、ほんであの、まあ、その前のシーズンは投げれなかったけども大丈夫だということでね、それで1戦目にね3連戦ありますよね、1戦目に負けて勝って2戦目は負けて1勝1敗になって3戦目出てくればもう故障は大丈夫だというふうに思ったから、いやそれで出てきたわけですよ、で負けたんだけどいいピッチングした、あじゃあ大丈夫だっていうことで高須に報告、他の球団との競合とかそういうのを調べてはいるんですか、そうそうそう、昔はね、はい、昔は結構ね分かったんですよ、昔のドラフトは1位から1位2位いうのは、今はね本当分かんなくなった、どこのチームも本当に言わなくなったね、一応策略入れるとね、まあ、戦略としてね、あのいやうちは誰々初めから行きますよなんて言って名前挙げてね、
それなら競合するの嫌だからってね、酒誘うという意図でやるチームもあるみたいですから、ですけど我々はもう初めから絶対分からないように、だから監督なんかどういう人だった、中畑監督ってどういう人だったね、彼はサービス精神旺盛だからね、すぐマスコミにね、もう何日も前に行ったら、うちは言わなくちゃないかなんて言われたら困るから、だからね、当日会場へ行く、さあこれから行くぞと言った時に、監督スタート茨城ですからね、さあ行きますよ、ね、それ僕は見たことあります、前には言わんからなって、なんでですかとか思ってたら、ね、会議ね、最終的な会議、中畑が出てきてくるでしょ、出てきて、どうしたら誰ですかって、俺にも言わないのっていう感じですよね。2018年に、うん、あの小園、はい、広島の報道部で、はい、彼を指名されるんですよね、うん、で強豪になるんですよ、うん、広島とね、でその映像があるんですけど、うん、高田さんが引かれるんですよね、そうで外すみたいな、うん、はい、ちょっと映像、この時は一番嫌だね、あのこう引いて、もまあ、はい、上げてくださいっていうまでの間待つのは、そうか、小園は4球団だったのかね、ショートが欲しくてね、その前に即戦力のピッチャー行ってたから、ある程度整ってきたんでね、もうそろそろ高校生の野手をね、行こうということでね、うわぁ、ほんとに、うわぁ、そうなるよね、あそれもうみんな4人が4人で4球団と、もうぜひ欲しいって ね、 で、緒方監督が最後だったんですよ、うん、だから皆さん、ハズレを引いて、そうか残りだけ残ってた、そうか、広島の監督ね、残り食いちゃったんだな、がっかりでかくんね、だからこの取る順番があんまり関係ないよね、残りに封筒に、ね、運がある時もあるし、一番で引かれたらもうあと、ね、外れたしね、ただこの競合だけは本当引く方が嫌だね、この時は誰だったのかな、あと最終的にうちは上茶団です、なってたんですか、そう上茶団、まあ、今年随分、ね、頑張ってね、先発に期待してたけど、ちょっとあったけど、でもこのくじでいろんなことあったね、そうですね、何回かあるよね、中村さんもヤクルトの高山もそうやったし、ね、マナカだったね、そう、あの堀内の時ですよ、ね、あの、ね、大阪桐蔭の当たってのにあれだったのね、分かんなかったね、そうそう、いや何回かって、今田は白紙だもんね、あの外れは何も書いてない、書かない方がいいね、なるほどね、そうあったよね、いろんなことあったよ、あとまあご自身がその関わってきた選手でなんか印象に残った選手とか、やっぱり1年目僕が DeNA にお世話になってね、1年目の宮崎ですよね、あ、宮崎は一緒に残ってますね、3位か4位ぐらい、いや6位です、6位でした、一番決裂だったんですよ、そうでした、ただそれからね、宮崎で成功したっていうか、あいつが活躍してくれたもんだから、取り方をね、僕をスカウト、あいつを一番最後に取って活躍してくれたから、後のドラフトまずはどこも相手にしないっていうかね、どこもあまり、評価しない選手を早く見つけようと思ったんですよ、それも最後の方で5位から、まあ、8位ぐらいまでの間にね、取れる選手、よその球団がまあそういう方少ないんだけど、自分で見つけて5位から8位の間の選手を1人、まあ、1人か2人見つけとけばね、あとドラフトものすごい楽になるんです、まあ、あの1位から4位5位はみんな12球団がみんな見てるじゃないですか、だから順番で取っていくから当てにならないんだけど、そういう選手を1人か2人見つけてるとね、後半ものすごい楽なんですよ、でも宮崎がやってくれたもんだから、その後必ず僕はね、5月から4月、5月、6月の間にそういう選手を見つけるようにしたんですよ、それはやっぱり早く行って見ないといけないし、見てて何回も見てて
で、よそ担当スカウトよそが来てるかって言ったら、いや、まだ来てないですって言うと、もう一回見に行って最終的に決断するんだけど、その時も高さんにこういう選手はいるよと、でもこれはどこも相手にしてないから、これ最後だったら行きましょうで話してると、ただ多いよということでもらってるから、あと本当楽だった。矢崎はね、全然初めてリスト入ってなかったの、名前上がってなかった、うん、結局その同じチームの赤堀というのはね、うん、センターに、これ3位で示したか、そう3位、これを取りに見に行ったんです、4位だね、これを見に行ったんです、はい、そして、まあ、体もいいしね、そのいやいやセンターでね、センターでこれは、まあ、一応三拍子とか体もいいし、うん、パワーもあるし、本当それを見てたら3番を取ったら宮崎っていうのがバッティングがすごくいいんですよ、おいバッティングはいいな、でもこれ守るとこないねって、あの当時セカンドやったんだけど、いやこれとてもプロではセカンドもダメだしね、足はもう全然ダメだからね、ただバッティングはいいよなってその話をしてて、そして最終的に取ったのは、いやもうこいつ取ったら来年すぐにベンチには入るねって、代打で、だから3秒スロってレギュラーの選手が一番欲しいけど、なる可能性のある選手欲しいけれども、そういうのはね、5人とって1人になるかどうかだけど、代打でもな、もう守れない、レギュラーにはならないと思うけれども、代打で1軍のベンチ入るならね、あの回で取れるなら面白いんじゃないのということでね、6月締めてきた、あれ都市対抗で東京ドーム見に行かってなかった、全然あった、4月かね、5月頃見に行った時にね、宇宙間にね、すごいホームラン、あバッティングやったな、うん、それで僕はもうすぐ頭入ってバッティングはいい、で守備もね、セカンドなんだけどそんなうまくはないんだけど、まあ無難にこなしてくれるわけですよ、でそういったあのセカンドでまだもともとサードやってるっていうから、ひょっとしたらサードできるかもわかんないねって高田とも話して、ね、いや俺も全然なんでサードできるわけないいやそれで、それで高田さんを連れて行った時にまたね、宇宙の左中間ホームランだったの、同じようなホームラン、ほらーって言ったら、おバッティングがいいなってことでね、だからね、最後までどこも来てる、僕の考えとしたらドラフトやっぱり三拍子そろってね、打って守って走ってね、うん、できる選手は欲しいけれども、うんね、たまにはね、打つだけとか走るだけとか守備だけで役立つ、一軍25人のメンバーさえ入るという評価ができたら毎年は取れないけれども取るのはいい、その第1号が宮崎だった ね、うん、ね、これが大成功したね、まさか守備があそこまでうまくなるサード出ると思わなかった、うん、あとね、その後続いたからね、あと佐野も取れたし、今でいう楠本海老名とか、佐野は首位打者取りました、そう、ね、びっくりしたね、後輩でも、うん、だね、僕はあんまりね、先輩子は考えないのよ、うん、星野さんは随分思い入れがあるから、ね、明治とさ、ああね、俺はね、もう本当にあんまり明治だから取ろうとかね、見たから言う気はないんだけども、何回か見ててバッティングはいいねって、確かにねバッティングはいいけれども、これもあの先ほどの宮崎と同じ、守れない走れないだから、うん、ね、これどうなんだと言って、で最終的にリストの一番下には入ってたけども、あの当時7人を指名するだって、うん、でも8人指名したのよ、1人残っててね、うん、そしたら最後に残ってるわけ佐野がね、それでもう終わりの予定だったのが、おい佐野残ってるな佐野と、それでねもう1人、あの時法政のやっちゃったな、法政と同じで法政のサードかなんかいた、うん、これって結局プロに入らなかったで、これはサードを守れるね、守って佐野と同じようなタイプ、でも守れるだけこっちの方がいいねって聞いてて、その時担当の川原というスカウトがね、おいお前これ打つだけならどっちがいいんだって、彼ははっきり佐野です、もしもう1人取れるなら佐野取ってくださいって言ったの、そして僕すぐ代表に、代表どうですか、これバッティングはね面白いからこれ取りましょうって言ったら、代表がね、あの時代表がいやもう8人取ったから人数オーバーだからやめましょうよって言われたら、はい分かりましたって言ったと思う、ね、そうそう、うん、代表が、あ行きましょういいですよって言ったの、1人ぐらいはいいよって、よさいいよって言ってくれたからね、だからこれはもうその時のね、代表が OK してなかったら多分プロ入ってない、うん、代表のどこに示してなかった、ね、あれはね、だから
運というか運不運ね、運不運というのはある命だけ、まあ、もちろん力がないとね、あの入ったらプロはもう順位関係ないからね、1位も9位も育成も関係ないから、力があったら出ね、レギュラーになれるし出れるし、お金いっぱい稼げるからね。あの宮崎と浅野なんか見てたら、ああ首位打者になるんだもん、